さて再開していくぜスターオーシャン。今んところさ、スターオーシャン感ないよね。なんか俺の想像ではもっと銀河を駆け巡ってるイメージだったんだけど、全然陸地で冒険してるよね。で、北がメトークス山。ただ今これレベル的にさ、このメトークス山行って大丈夫なのかっていう話なんだよな。300年前のメトークス山、フェルウォームはいるのかな。相変わらずこの石碑みたいのあるよね。で、道の感じはまあ300年前と変わってないか。でも300年も経ってればさ、地震とかあって、その山隆起したりとかさ、ありそう。どうしたなんかいるわ。回復ネズミもある。そうか、人探しとはまた厄介だな。こいつ仲間になったんだよな、前回のパートで。ええ、どうしたイリア。そういう、イリアの声どんなんだったっけ。そういう真相は何か目的があって旅してるわけ。無言。おう。おじさんの首跳ねられたのかと思ったわ今。剣の腕を磨くためさ。あら、十分強いじゃない。うん、世の中は広いってことさ。こいつどうしたの、こんなところで。ぼっち、旅人、ここの水はうまいな。回復するって言っても今 HP、MP 全回復の状態だと思うんだけど、まあだから意味はないよね。敵全然出てこないな。ああ、出てきたわ。なんか言うとフラグになるよな。スライムみたいなやつ。スライムっていうまんま、まんまスライムっていう名前だった。おお、いいね。あ、分裂してる。あいつと一緒じゃん。ドラゴンクエストのベロベロとかと一緒じゃん。スモールグールと一緒だよ。ブルーベリー、いいね。回復アイテムだよね、ブルーベリー。こいつをふんだんに手に入れて、まあ言うてでも今15、6個はあったと思う。ダメージ食らったやついるか。幸い誰もダメージを食らわんかった。前回のパートのさ、終わり際ですげえ死にかけたけど、あれ何だったんだ。なんで、ああ、もう死にかけた。ちょっともうなんか技使うか。なめっぽしすぎるとくたばる可能性があるから、オッケーオッケー。またダメージ食らってなくないか。ステーキ130、ブルーベリー。まあ、ダメージ食らわないに越したことはないんだけどさ。で、そうだ、 B ダッシュできるんだった、忘れてた。あー、いいね。快速だ、快速ライナーでやっていくぜ。で、ここら辺にさ、そうそう、こっち、あ、宝箱みたいのなかった、一瞬チラッとなんか見えたんだけど、攻撃はオッケーオッケー。あー、あいつ気絶してる。あ、いいね。イリアがさ、なかなかそのサマーソルトキックとかさ、ガイルみたいな動きして戦ってくれるから、なんか見た目楽しめるよね。剣使いってさ、基本的に剣で切り倒すしかないけど、武闘家は殴る蹴るとか、なんかいろんなバリエーションがある。頭突きかましたりとかさ、回し蹴りしたりとか、締め技使ったりとか。こいつ山頂か、ここ山頂臭くないか。え、あの花、あの花はない。いや、なかなかいい景色だ。あの北に見えるやつが、なんとかっていう、これからお使い頼まれてた町なんじゃないか。いや、なかなかいい景色。おじさんもな、富士山とか登ってみてえわ。子供の頃からの、子供の頃からってわけでもねえけど、まあ、一生のうちにさ、叶えておきたい夢の一つではあるよね。まあ、なかなか機会がなくて、やれてないけど、まあ、年取ってからやるのはきついだろうからさ。まあでもなかなか時間作れねえからな。うわ、出た、フェルウォーム。この時代でもやっぱ剣山してる。一気に、オッケーオッケー。多段攻撃をして、おじさんレベルアップで鉄を手に入れましたと。どうだ。ああ、ちょっと、イリアがいつの間にかくたばりかけてる。で、こういう時のためのブルーベリーを。今パーティーにさ、脳筋キャラしかいねえから、もう一個使うか。脳筋キャラしかいないから、困るよね。回復役がいねえからさ、呪文じゃなくてアイテムで頼るしかない。そういえばシウスってさ、こいつどうなの。
あ、いや、名前じゃなくて、タレント。味覚。味覚っていう字が今、噛みつくに見えたわ。噛みつく才能はめっちゃありそうだからな。その右の方に顔写真、顔のアップ写真出てるけど、もう歯の形がさ、噛みつくのに適した剣士してるよね。で、これ文才。こいつ見かけによらず文を書く才能あるのか。で、野生の勘。動物好きなんだ。動物好きって言っても、こいつ好きな動物、鶏とか牛とか豚とか羊とかさ、なんかそういうのだけ好きそうだよな。で、おじさん、これタレントはどういう風に決まるんだろうな。完全にランダムとかなのか。なんでこうもみんなは文才があるのか謎だわ。はい、で、目的地を目指しましょうと。で、B ダッシュしながら、あんまりでも B ダッシュしすぎると宝箱とかあった時に見逃しそうだから、そこまでやるべきだ。あ、見覚えある、こいつ。こいつでさ、フルボッコ、まずいまずい、ひだめ痛いぞ。あぶねえ、イリアさっき回復させるって正解だった。なんかイリアさ、やっぱ素手で戦ってるからリーチないじゃん。そこがきついよな。多分手足もう短い、短足だと思うから。いや、一気にブルーベリーがゴリゴリなくなってく。で、おじさんもダメージ食らってるし、シュースもダメージ食らってる。とりあえず回復入れて、技とかさ、あ、こいつなんもねえわ。エリアも、あ、こいつまだ何も覚えてねえ。ボンクラだ。おじさん二つ覚えてるもんな。そろそろレベルアップしてさ、なかなかいい技を覚えてほしいんだけど、ちょっと怖いから一回セーブするか。あ、でもここでセーブするのもちょっと怖いよね。大丈夫か。こんなところでセーブしてさ、ゲームオーバーになってこっからやり直しみたいになったら、てかゲームオーバーになったら近くの宿屋からやり直しになるのか、前のセーブデータからやり直しになるのかさ、そこわかんないから迂闊にゲームオーバーになれないっていう、そういう恐怖心もあるよね。ちょっと技使え、技。なんか全然あれだわ、言うこと聞いてくんない。他のキャラクターにカーソル合わせるのどうやったっけ。イリアレベルアップ、シュースレベルアップ。まだ覚えねえか。いつになったら、あれか、スキルのさ、俺こいつシュースのやつ何もやってないよね。何か技に関係するダッシュ上げとくか。ダッシュ上げておいて、我流剣、我流剣術、エダール領主剣術に旅、旅中っていうのこれで生み出した我流剣術が加わったもの。ただこの位置にさ、他のキャラもそれぞれの特技みたいなのあったけど、これ鍛えたところで技覚えなかったんだよな。しかも無駄にポイント高いからさ、だよな。まあでも使ってみるか。いや、もうポイントがね、口笛、ストロング、これ脳筋キャラだったらさ、上げた方がいいのかな。あ、しかも少ないポイントで上がるぞ。なんか変わったか。調理、包丁のレベル上げたから調理ができるようになったみたいな、そういうこと。はいはいはい、選んで、いや、選んだところでよくわかんないんだけど、4しかない。こいつ美的感覚のかけらもないような気するんだけど、これあれだっけ、今のがタレントにあるからとかじゃないのか。まあ、よくわからんよね、この仕様。はい、で、宝箱がある。こっち側から行けない。おいっす。ハーブを手に入れました。ハテナハーブ。このハテナハーブは、目利きってやつを使えば、ハテナのが取れるみたいな感じだったよね。そんな感じの説明だったと思うんだけど。
あ、イリア、B ボタンを押して、もうどこ攻撃してんだよ、シウス。イリアの、いや、選べない。イリアが、すげえ勝手に行動してさ、シウスが今全然動いてくれなかったんだけど、カーソルをイリアに合わせてるにもかかわらず、決定キーをしてもさ、なになに、はいはいはい、フィールドマップ切り替わったのか、分かりにくいな。戦闘になったのかと思った。で、階段下って、階段の上の部分に角みたいの2つ生えてるけど、あれなんだったんだ。いや、まずいまずい。よしよし、いいぞ。技使って、あの人型の敵、まあまあ手強いから、オッケーオッケー。ガッツ表示されてる。もういいね、ステーキ。いいね、ステーキとか言ってるけど、ステーキの効果がよくわかんないんだよ。ステーキはちなみに俺の好物。あれ、ステーキ？ん？なくない？あ、あった。あ、HP35% が減って。35% も減っていないから、ちょっと使うのもったいない。フードサック的なやつないのかな？ちょっとその辺がな、まあ、テイルズとシステム似てるって言うからさ、あるのかなみたいに思ってたんだけど、ワンチャンないのか。敵のお出ましだぜ。あー、チンケシーフ。こいつ死なない程度に、よし、いいぞ。それなら満点。スイートシロップを手に入れた。余ったらそうなシロップを手に入れて、どういう効能なんだ。程よい甘さの蜜、その他。なんでこれだけ緑色になってんだ。その他だから、いや、アクアベリーとかもその他だけど、仕様が分かんねえ。で、今の甘いで思い出したんだけど、今回もコーラを飲みながらやっていくぜ。甘いのを飲んで HP 回復だ。敵のお出ましだぜ。ザコザコ。この状態でさ、まあ、B を押してこうキャラクター選べるんだけど、イリアがさ、決定機を押しても何の反応もしなくて、シウスは押すとロングとかいろいろ出てくるの。で、おじさんに合わせておじさんも攻撃して、イリアはなんでこいつ、ああで できたできた。イリアも、はいはいはい。距離なのかな？その、ショートレンジみたいのしか持ってないから、ロングの時、敵と離れすぎてると、そもそも言うことを聞かすことができないみたいな。東フォートミス。てっきり西側に何かあんのかと思ったけど、何もありませんでしたと。もうすぐ着くのかな、この麓の町。いや、そういうわけではない。今このハエみたいな敵とイリアの位置近いじゃん。それでもダメだ。タクティクスラン、アイテム使えない。シウス、ショートでもロングでもどっちでもシウスは攻撃。おお。これなら満点。よって。イリアマジで勝手に突っ込んで、まあ勝ててるからいいけど、勝手に突っ込んで死なれたら困るんだよな。はい、でこれでブルーベリーを手に入れてるから、これで回復入れて、こんなもんか。はい、でこれでさらに、おそらく上が村だと思うんだよな。俺の判断良かった。リザレクトボトルを手に入れました。リザレクトボトルとは何ぞ。すでに3つ手に入れてるけど、生命の飛躍、味方1人を行動不能から回復させます。復活ドリンクだ。 HP35% で生き返るのかな。
なんかザオラルよりもさらにちょっと弱い。完全に生き返らせる、まあ、ザオリクとかと同じ蘇生効果だけど、敵のお出ましだぜ。ただ HP は 35% でしか生き返ることできないっていう、ちょっと弱いよね。で技ぶち込んで戦闘終了間際に技ぶち込むとちょっとスローになるよね。テイレスもそんな感じだったか。はい、でさらに西の方に行って、意外と街遠いな。俺の中ではもう名前忘れたけど、ポートミスか、ポートミスについて、あーやー、こいつの打撃って、あ、毒食らってる。おじさんこれ毒だろ。なんか緑のシュワシュワしたクリームソーダみたいなやつ出てるけど、メロンソーダみたいなやつ出てるけど毒だよね。毒消しはこれだ。はい、オッケーオッケー。ついでに HP もちょっと回復して、ブルーベリーが枯渇しそう。いや、回復アイテムいっぱい買っておいて正解だった。これ道あって、おお、宝箱380フォロー。お金大事だよ。お金を手に入れました。お金は大事だよっていう CM あったよな。敵のお出ましだぜ。だいぶ昔。いやなく見えます。あ、ちょ、まず攻撃しろや。いや、何やってんの。最悪だ。まだまだ甘いな。おじさんがくたばった。これ大丈夫か。イリアもちょっと死にかけてるし。いや、リサレクトボトルはお店に売ってなかったもんな。お店に売ってなかったってことは多分だけど入手しづらいアイテムだと思う。だから使わない方がいいような気がするんだが、でも町の宿屋がどこか分かんないからさ、あーやだなこれ。敵とエンカウントしないで、これまだ全然半分も行ってなかったらどうしよう。敵のお出ましだぜ。ザコザコ。いや、もう俺何もすることできないから。ああこれゲームシグス、お前なんで仕事してんだよ。ぶっ殺す、ぶっ殺すとか言ってるけど殺されてるんだよ。いやー、ついにシグス一人旅だ。でシグスもさ、こいつ尻尾生えてるよね。やっぱこの時代のこの星の人たちだから。これ何、いや分からん、もう道が二手に分かれてるけど、とりあえず上に。うわー、敵のお出ましだぜ。これ大丈夫か。なんか敵でかいやつ出てきたけど、最悪逃げる使ってもいいか。いこいつでかい剣使ってるからさ、大振りなんだよ。なんか今んとこうまいこと1対1で戦えてたけど、待って、これ回復使えない。逃げろ。あぶねえ、なんかのっそのっそと逃げてたけどよ。アイテム、あーもうブルーベリーがない。これ遅えな、今更これつけたところで、あ、サーロインステーキ、はいはいはい、オッケー。これでどうにか。うわー、セーブあんまりしたくねえな。もう街を探したい。走ってたら死にやすいとかあんのかな。死にやすいじゃない、エンカウントしやすいとかあんのかな。ザコザコ。そして今逃げたことによって、このあともしかしたら手に入るアイテムがチキンナイフみたいな感じになっちゃうのかもしんない。そこが心配だ、まあ、そういうチキンナイフ要素がこのスターオーシャンにあるかどうかわかんないけどさ。でこれが正しい道なのかどうかもわかんないから怖い。なんか村ありそう。よし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 
プライベートアクションとかしてる場合じゃない。とりあえず宿や。バダムさんが言ってた武器屋ってどこにあるのかしら。俺はこの町はよく知らねえ。なら探そうか。そうね。宿屋探すとまず。ポート見据え。宿屋は、星のマークみたいなのあったよな。これ多分違う。道具屋的なやつでしょ。まあ、道具屋でもいいのか。いや、道具屋じゃダメか。宿屋マーク。これか？これ宿屋のマークだよな。はいはい、来た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 。あぶねえ。いや、こんな危ない旅してて、普通にこの街のお店でさ、リザレクトボトルあったら、マジ俺涙目なんだけど。なんだこの部屋は？絨毯もありゃしねえ。あ、隣の部屋は絨毯あるね。どういうあれなんだ？てか復活してるよな。よし、復活してる。なかなかいい部屋ね。この絨毯が気に入ったわ。これ関係あんのかな、何か。この後の進展みたいのに。宿屋地下だったのか、宿屋の部屋。メトークス山に遺跡があるって話を聞いたんだが。いや、なかったぞ、そんなの。ガセネタなんじゃないの。なんで、止まらない。で、今のさ、この町の探索もしたいところではあるんだけど、町の中セーブできねえのか。ちょっとここでセーブして、まあ、全員生きてるこの状態、体勢を立て直しましたよと。途中でさ、分岐の道から分岐の道に戻りたい。とりあえずなんかいい感じのものがあるかもしれないから。クレンケンそんなにダメージ入んないような敵に。炎に対して耐性のある敵だったのかもしれない、今の人型のやつ。シウスレベルアップ、勝烈波を覚えた。ようやく技を覚えてくれたぜ。おじさんと同じ技かな、勝烈波。そうだ、おじさん持ってる技だ。はいはいはい。でシウスも勝烈波、これ勝手に使ってくれんのかな。結構長い距離戻ってきたよな。待った、今これ俺じゃなきゃ見逃しちゃう。スペクタクルズで演歌。敵のお出ましだぜ。ちょ、技使え、技。おじさん全然なんか言うこと聞くときと言うこと聞かないときの差がわからん。おお、今シウスが多分技使ってくれてる。いいね、おじさんの技でゴリ押し。おお、イリアも技を覚えた。貴公子を覚えた。みんなちょっとずつマシになっていくな。んーで貴公子を、これはその全部に入れることできたけど、多分これショートとロングだけど、イリアはイリアの技は遠距離でもできるみたいな、そういう感じなのかな。装備品じゃなくて技を見たかったんだけど、うん、まあいいか。よくは、あ、しまった、回復アイテムを買うべきだった。ちょっとまた戻ろう。アイテムを一回買い揃えよう。買い揃えてからじゃあ戻るの危険だ。また誰か死人が出るぜ。あー、いいね、可愛らしいチビウサギ。おじさん盾装備してないけど、今どういうわけか盾できたよね。いや、装備してたか、おじさん。先行剣を覚えた。あ、なに、マヌーサ的なやつ。マヌーサ的なやつだったら嬉しいな。先行を発して敵を攻撃する技。遠距離でからだったらこの先行剣出すことができるみたいな、そういうことか。でアイテムや、これか、道具屋だ。はいはいはい。よく来たね。
ブルーベリーある。ちょ、全力がいい。とりあえずこれ買って、他にめぼしいものあるかな。フレアボム、これ使っ、何個あんだっけ、持ってる数に普通に買えるってことはどうなんだろう。強さで値段高えな、このハーモニカ。いや、ハーモニカ買わねえし。前の店にもハーモニカなかったっけ。なんか謎の楽器推しみたいな部分あるけど。で、これが何、持ってる数ゼロ、効能はないのか。てかリキュールボトルって書いてるけど、見た目がグラフィックがさ、スイートシロップだっけ。あ、さっき手に入れたやつあったと思うんだけど、それと見た目が同じなんだよな。ブラックベリーもいらねえな。何買ったことになってる。取引を、行いませんでしたになってるのか。まあ、ついでにこの道具は何もねえわ。ちょっと全体図的なやつを見ようかなみたいに思ってたけど、でついでにこれまた宿屋に泊まるか。間違えた、民家だった。ここに用はないんだよ。でもう一回泊まるじゃん。下手にアイテムでなんぼっつったっけ、50円。まあ宿屋じゃない場所でも任意の場所で回復できるけど、1個50円はまあまあ値段するから、30円で全回復できるんだったら宿屋の方が圧倒的にコスパはいいよね。はい、ということで気を取り直してまた探索に行こう。まだレベル足りてないのかな。それとも俺の戦い方が悪いのか。なんか言うこと全然聞いてくれない時と、めっちゃ言うこと聞いてくれる時あるけど。ちょ、おじさん先行剣っていう技。おお、先行剣、これなら満点ね。もうちょっとあれだよな、密度良くてもいいんじゃないのって思うんだけど、画面の中央におじさんがいるときに使うんだったら意味あるかもしんないけどさ、あんなに飛び散る、あんなに放射状になって、しかも出てる個数もさ、想像よりもだいぶ少ない。これだって当たって、当たるキャラもいれば全然当たんないキャラもいるわけでさ、この5倍ぐらいは欲しいよな。おおおお、これなら満点だ。聖剣伝説2のナックル、あの手にはめて使う武器あったと思うんだけど、ここをさっき来たっけ、あのオブジェみたいのは見覚えある。でさらに、あ、違う、最初ここの右側から来たのか。でイリアがさ、聖剣伝説2のナックルっていうぶん殴りの武器あったと思うんだけど、まあ、なんならイリアも今ナックル装備してんだけどさ、それのレベル6か7ぐらいになったら波動拳みたいの、衝撃波みたいの出せんだけど、それを思い出した。こっち側から来たんだよな確か。こっち側から来てこの辺で一回死んで宝箱、はいはい、あってました。ってことは戻ってきた。だからさっきの分岐を、満月みたいなさオブジェが階段の上にあったと思うんだけど、そこの分岐を左側に行けば見慣れない景色があるはず。そういうことでちょっと戻ってこっち、お宝あるんかな。敵のお出ましだぜ。ちょっとうまいこと、技使えば結構ゴリ押しでどうにかなるんだな。ただその技がちゃんと出てくれる時もあれば全然出てくんないっていうか、本当に言うこと聞かねえんだよな。 B ボタンでカーソル合わせてもさ、あれが何なのかわからなさすぎてもうイライラするわ。ループしてる、あ、単純に外れの道ってこと。危ねえな、俺さっき間違えてこっち側来てたら
ザコザコ。結構取り返しがつかないことになったんじゃないか。まあ、運が良かったということで、すぐに、まあ、正しい方の道を選ぶことができましたということで、宝箱すらないってさ、せめて宝箱は置いとこうよと思うんだけど、すげえ分かりにくい場所を裏とかにさ宝箱あるのかなみたいに今思ってたんだけど、そういうのはそういうサービスはやってないっぽい。せちがらいね。ちょ、おじさん操作できない。おじさんこれとりあえず撃って。いやダメだ、敵に当たってない、空打ち。おじさんこれもう無駄に MP 消費しただけだよね。で一回イリア回復するか。思いのほか HP が減っていた。はい、これでブルーベリー使って、でシウスも回復してちょっと元気になりましたよと。でだ、やっぱ何もねえな、マジで外れの道じゃないかよ。まあ、つくづく自分が、まあ言うて二択だからそこまでめっちゃ運がいいってわけでもないんだよな。まあたまたまそれなりにいい方を当たりを引きましたと。いや無駄打ちだ。ちょうどウサギのいる位置に当たるかなと思って出したんだけど、もうすでにイリアが仕留めてくれた後だった。これ何なのかマジで気になるんだけど、何なんだろうな、特に意味がない、あってもなくてもどうでもいいようなオブジェクトでしたよっていう、ただそれだけ。ザコザコ。いやおじさんもうちょっとなんかいい動きをしてほしい。このウサギなのか獣なのか何なのかよくわかんない哺乳類だと思うんだけど、何なんだろうね。お名前なんていうやつだ、ラーテル的なやつなのかな。ラーテルだっけ、なんかアフリカにいるめちゃくちゃ強い哺乳類。通ってよし。不審なものが街に入らぬよう見張りをしています。いやおじさんたち十分不審な感じするけど、そばかすの娘テリー行ったら何してるのかしら、また待ち合わせの時間忘れてるの。なんか恋愛イベントみたいなやつ、サブクエスト的なやつを受注してしまったのかもしれない俺は。旅人ラドル、最近物忘れが激しくてね、よく道に迷うんだ、でも君のことは覚えてるよ、ありがとうな。前に道聞いてきたやつか、北か南か聞いてきたやつか。スペルポーションってね、正しい判断をしたことによって 30% 上昇する。戦闘中限定みたいな感じなのかな。せめてその書いてほしいよね、戦闘中限定なのか一生なのかさ。もうさらにスペルポーションくれるとかはない。赤っ鼻の親父チョッパーかな。定期船に乗ればアストラル王国のオタニムに行けるぞと。はい、この女キツネ見た、可愛いけど捕まえられるのかな。キツネ、清楚な女性。ポートビスの通行が不便になったのは北方の蛮族が現れるようになってからなんです。これも魔界の勢力が関わりあるんでしょうか。なんか寝室の単語出てきすぎだろ。魔界、あ、酒場だ。